私パンか何か買ってくるけど、ヤマネさんは？何か食べる？あ、私買ってきます。いいの。どうせ教室に忘れ物もしちゃったから取りに行かなきゃいけないし。何がいい？すいません。じゃあ、テリマヤで。へえ、意外。あれ、もたれない？私も好きだけど。カレーパン。こんにちは。こんにちは。あ、ねえ、今日も屋上で練習するから1年生に伝えてくれる？はい。お願いします。はい。のねえ、なにこれ、字ちっさ。てか字しかないじゃん。何が面白いの？微笑だって。出血取ります。はい。山根さん。はい。清水さん。はい。江口さん。はい。三城さん。先輩すみません、本日は急な家庭の用事のため欠席させていただきます。なお欠席届は後日提出させていただきます。はい。川上さん。はい。遠藤さん。はい。はい。声出しやります。はい。混ざってください。はい、はい。せーの。あえいうえおあお、かけきくけこかこ、かけきくけこかこ、ちゃちぇちちゅちぇちょちゃ。ウイロウリやります。はい。エパートやります。はい。ゆっくりやります。はい。せーの。拙者を館と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原石木町を過ぎなされて青物町を上りへおいでなされれば、お下りなれば左側八方が八つ棟表が三つ棟玉堂作り、破風には菊に君の塔の御門御社名あって経図正しき薬でござる。何か連絡のある人はいますか？特にありません。はい。テキスト連を始めるので準備をしてください。はい。部長すみません。はい。本に先生が呼んではりました。はい。あ、江口さん、鉛気をつけて。はい。松塚さん知ってる？はい。あ、名前だけ。バスケ部にいたらしいんだけど、なんか揉めたんですって。ごめんなさいね、こんな時期に。彼女1年留年してるから、何かと大変だと思った。いえ。でも、なんで放送部？理由はわからないけど、断るわけにはいかないでしょ。明日から来るからお願いね。森野さんと小田さんにも話しておくから。それと芸術祭のことだけど、先生。
ゃあ早く決めた方がいいわね。芸術祭は放送部の活動として大トリでしょ。 OG もたくさん来るし、地域の FM 局でも流れるし、プレッシャーかけるわけじゃないけど、お稽古の時間は十分に取った方がいいと思うの。はい、ごめんなさいね。新谷さんよくわかってると思うけど、頑張ってね。はい、失礼します。何だったの？あ、たい焼き行こう。うん。美鈴が中継？うん。あ、あれ同じクラスだっけ？うん、まあ、でも一回も話したことないけどね。ていうかさ、落ちたよ。あの人さ、ほとんど人と話さないの。そうなの、うん、だからなんで放送部なのかわかんない。なんかバスケ部で揉めたんだって。あ、そう、それ絶対こっちでも揉めるね。カズミとじゃない？どうだろう。あ、ねえ、うん、ドアン君いまいちかな。ドアン前はかなりいまいち。かなりってのわりにめっちゃ食べてない、うん、だからもったいなかったからやっただけなんだけど。何こそ使えてんの？まあいいけど。せーの、いけるじゃん。今日から新しく部員が増えます。自己紹介お願いします。三塚千雪です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、質問。三塚さんはどうして放送部に来たんですか？女子アナ志望だから。はいはいはい。アニメとか見ますか？普段アニメ。はいはい、とにかくよろしくね。まなみ始めよう。うん、先に準備しといて。お願いします。はい、はい。こうして苦労の末だったこの寮を大切にしていきたいものですね。あの部長、部長、終わりましたけど。前に一回聞いた時よりもすごく良くなってて、はい、あ、練習してきたのかなってすごい思いました。どうもありがとうございます。あの、どうでした？部活。あ、初日じゃよくわからないですよね。いいよ、敬語じゃなくて。私たち3年生は芸術祭が終われば引退で、芸術祭はあの体育館で誰か一人の朗読っていうことになってて。ああ、それ見たことある。え、本当に？新谷さんが読むの？読み手はまだ、出し物も決まってなくて。でも一番上手いから部長なんでしょ？そういうわけじゃないけど。手前の部屋が音とか声を録音するところで、ここが一応放送部の部室ってことになってます。へえ、こんななってたんだ。いいですよ、出ても。ああ、いいの。まだ何かある？もう何も。じゃあ帰ってもいい？うん。あの、何？無理して出てこなくてもいいよ、部活。
なんで？うん、まあいいや。じゃあ遠慮なく。じゃあね。あ、待って。